はい、こちらのコーナーではゲストを迎えしてお話を伺うとコーナーになっております。今日のゲストはですね、もう皆様おなじみでございますが、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、早速ですけれども今日のお話の内容はこちらですね。円安は145円を更新するのかと。今のところって6月末につけた145円が円安のこの間のピークなわけですよね。で、僕ちょうど1ヶ月前に、ほぼ1ヶ月前にこの番組出させていただいて、その時のですね、あの録画のやつがタイトルついてるわけですよ。ここで僕が用意したタイトルじゃなくて、これでそれ見たら、後で見たら、円安は145円前後で終わるだろうってタイトルつけてて、見た直後に僕なんだよってこんな断言しちゃっていやそんな本人そんな断言したつもりなく、もうちょっとこう まるっと言ったつもりだったのに断言しちゃって外れたらどうすんだよって私言いました。あれは僕がつけたタイトルじゃないんですけどね。、はい、まあ、そんな145円、から一旦反落したんですけれども、あの7月に入ってから一時なんかみるみるとね、キットル急落して一時137円まで急落するっていう場面もあったんですけれども、先週はまた今度はドルが反発してきて、あの今週の金曜日の日銀の会合への思惑みたいな感じでね、そうですね、はい、またあの142円近くまで反発ということになったので、さて改めて145円でもう円安は終わったのか、それともまた更新していくのかってことですけれども、僕は終わったんだろうなって思ってるんですよ。ただ後で録画見てタイトルでですね、終わったと思うんですとかで書いたりすると、そんな断言してねえだろうっていうふうに改めて思うかもしれないから、あの本人としては複雑な気持ちありますけれども、あのこれドル円 の今年の4月からのドル円のチャートをご覧いただいたものです。なぜこんな具合になんか今年 の12月までのね、あの時間軸の中で、あえてこの7月までのところをピックアップしたかというと、ここまでの4月からあの7月にかけて、で4月にこうやってドルが一旦急反落するというプライスパターンは、1年前とほとんど同じなんですよ。お、そうなんですね。これが今年ですよね。今年の4月から7月まで、2023ですね。これが去年ですよ。2022年、去年の4月から10あののあのチャートですけれども、ドル円ですけれども、やっぱり去年も7月にドル円って急落してるんですね。4月、あの去年の場合はやっぱり3月4月ぐらいからドル高円安がこう急加速するんですけれども、7月に入ってご覧の通り140円の大台を突破する寸前で一旦足踏みをすると、1ヶ月で8月の初めにかけて一気にもう10円下がって、140円から130円割れ近くまで下がって、でそれまでもあのほとんどね一本調子のドル高円安で、あの結構シンプルな相場だったので、まあ、ドル買いでね、あの個人投資家の方々もあの利益を出していた方が多かったようなんですけれども、一転して10円も下がっちゃったら、1000万円ぐらいの、ね、含み損あったのに、あっという間に吹っ飛んじゃいましたみたいなツイートがもう、あの続出するぐらいの感じだったんですけれども、まあ、そういう意味で言ったら今年の場合も4月に入ってから急にね、145円から137円まで、あのドルが急落したっていうプライスパターンは結構よく似てるんですけれども、ここまでプライスパターンが似てるんだから、この先もプライスパターンって似る可能性はあるわけじゃないですか。そうですね、まあ、あの同じ現象が続くというのが、まあ、一般的な考えになりますもんね。アナロジーっていうね考え方がありますけれども、ですから、でここから先にどうなるかなんて分かんないですけれども、去年どうなったかは分かるわけですよ。じゃあ去年どうなったかっていうと、この先ですね、去年はこうなったんですよ。150円台まで。そう、結局、7月のドルの急反落っていうのは一時的なものであって、それが130円割れずに踏みとどまると、その後はまたドル高円安が再燃して、この間の高値、去年の場合だったら140円を大きく超えていくと、そのまま151円まで上がりましたっていうのが去年 あのプライスパターンだったわけですね。そういう意味で言うと、先週からまた、ね、ドル急落から一転してドルが反発に転じたっていう先週のプライスパターンもですね、まさにあの去年のプライスパターンと同じような感じになってきている、このまま似た展開が続くんだったら、あの改めてやっぱり145円を超えてね、あのドルが一段高に向かっていく可能性があるって話なんですけれども、
まあ、似た話ばっかり今までしてきましたけれども、はい、違いもあるわけですよ、それお聞きしたいですね、はい、去年と今年の違いは主に2つ言いますね、1つはこれですポジションですね、ドル円のポジションです、はい、で下が円の売り越しです、はい、だから下になるとドル買い円売りってことになるわけですけれども、今回の場合はやはり7月にかけて右側の方になるわけですけれども、はい、かなりやっぱりドル買い円売りが行き過ぎた形でね、大幅なドル買い円売りに傾斜していたっていうのがお分かりいただけると思います、はい、そうですね、これ見ますとねちょうど1年前の同じようなタイミング7月の前半ぐらいのところに赤の丸印をつけていますけれども、はい、ざっくり言うならば、はい、足元の半分ぐらいのドル買い円売りでしかなかったわけですね。今回の場合はすでにかなりドル買い円売りがその行き過ぎた状況になっている、はい、それに対して去年の場合は1年前もそれほどではなかった、それほどではなくてその上に7月中さっきお話したみたいに10円もドルが急落したもんだから、はい、一旦またこのドル買い円売りのポジションは縮小するんですね、だからドル買い円売りのポジションが軽くなったところで改めて8月以降ドル買い円売りを拡大できる余地があったからこそ、はいはい、ドル高円安がね、一段とこう広がっていくと、はい、いう具合になったんだろうなということで、大きな違いの一つというのはまずはポジションであるということ で、はい、でもう一つがですね、はい、こっちの方がおそらく一番重要なんじゃないかなと思っているのは、はい、同じくポジションなんですけれども、今度はアメリカの債券ポジションなんですよ、はい、ここでは10年債のポジションを取り上げていますけれども、つい最近まで特に6月から7月にかけてっていうのは、はい、一番右端の方になりますけれども、空前の売り越しなんですよ。これでもほとんど買い越しになってませんね、これね。これね、はい、2022年からのやつだからですよ。でこれもっとずっと遡ればですね、はい、当たり前ですけれども買い越しのこともあるわけですよ、で今福永さんがご指摘したポイントって結構重要なわけですよ、はい、結局2022年になってから、はい、利上げを始めるわけですよ、はい、去年の3月から利上げ始めますよね、はい、フェッドはね、でずっと利上げしてくるから当然ながら金利はずっと上がって、債券価格はずっと下がってるわけですよ。そうですね、はい、債券のトレーダーからするとですね、売れば儲かった状況がずっと続いてきたわけですよ、はい、だからそれをずっと続けて空前の売り越しで今迎えているわけですよ、はい、となってくるとさらにね、これって2022年からご覧いただいているから分かりづらいかもしれませんけども、今お話したみたいにもっと遡っても、はい、これは過去最高の未曽有の売り越しですよ。要するに、はい、まあ、このデータが全てを反映しているかどうか分からないですけれども、はい、このデータで見る限りはアメリカ その国債市場っていうのは空前のショートになってるわけですよ。でそれって今の話からすると、はい、まあ、分かる気すんなと、ずっと利上げを続けて、はい、ずっと金利上昇、債券価格下落局面がついてきたから、はい、売れば儲かるっていう状況がついてきたから、そうするとですね、こういう行き過ぎた状況になってるわけですね、でこれまた去年の今ぐらいどうだったかっていうと、まあ、足元のですね、ほとんど4分の1ぐらいのショートでしかなかったから。そうですね、はい、去年の場合はまだここから、ね、利上げをしていくと金利が上昇して債券価格が下がると思って売る余力があったわけですよ、はい、今はないわけですね、はい、でおそらくこれがね、僕いろんなことの謎解き の答えなんじゃないかなと。最近でもすぐにあるじゃないですか、はい、アメリカの金利ってすごい下がっちゃって、特に3月以降とかって金融システム不安とかっていうふうになるとですね、すごい下がっちゃって、あっという間に早期利下げを織り込んだぐらい下がるじゃないですか、はい、でフェッドは利下げするつもり全然ないよって言ってんだけれども、はい、下がりすぎるのはおそらくこれだけショートを振ってるもんだから、はい、債券価格が上がる、つまり金利が低下するとですね、はい、買い戻しが遅れると損失が発生するわけですよ。そうですね、はい、だから恐怖の、ね、ショートカバーが起こるもんだから、はい、ついつい実態とは関係なく金利は下がりすぎちゃうということが、ね、最近あるのかなと。結局株が示している未来像と、はい、それから債券が示している未来像って最近の場合ずいぶん違うんじゃないですか。そうですね、まあ、金利 の、ね、高止まりかと思いきや、まあ、まずは短期債と長期債の逆イールドが今ずっと続いてますしね。そうすると、はい、みんなじゃないですか、リセッションを織り込んでるとかって言うじゃないですか、はい、違うんですよ。
金利が間違ってるんですよ。金利がその債券が売られすぎちゃってるもんだから、はい、金利が間違ってるから金利が示す未来っていうのが間違うんですよ、はい、株の方は、株だって普通は景気の先行指標の一つじゃないですか。そうですね、はい、で今最高値更新、最高値ではないけども年初来高値ですね、年初来高値の更新ついてるわけじゃないですか、はい、アメリカ株とかもそうですね。株はねリセッションなんて全然示してないわけですよ。ところが金利の方は逆イールドもそうですし、さっき話したみたいにその FF レートをね短期金利が大幅に下回るってことは、すなわち早期に利下げをするっていうことを織り込んだみたいに下がってるわけですよ、はい、つまり金利と株の示す経済アメリカ景気のね見通しっていうのは全く違うわけですけれども、はい、これはねおそらく金利というか債券が売られすぎてることによって、はい、金利が示してる未来図っていうのが間違ってんだろうなと、まあ、となってくると例えば今週もね、はい、明日か水曜日に FOMC とかありますけれども、はい、高派か鳩派かとかで言ってますけれどもですね、株があんだけ高値更新している中で、はい、鳩派の可能性だってまずないと思いますよ。うん、まずないんだけれども鳩派かなって期待するのは金利がすぐに下がるからですよ、はい、でもそれ間違ってるからおそらくその鳩派ってことはなくて、うん、高橋姿勢が示されたら、はい、金利は少し上がる可能性あるんでしょうけども、はい、一方でこんだけ債券売られすぎてるからさらに債券を売ってね金利が上がる余地もあまりないんでしょうね。そしたらそうするとドルの動きですよね今後のね、はい、そうですね、こうやって見ると金利が上がる余地もあまりないと思うし、はい、さっきドルが買われすぎてるって話をしたので、はい、だからやっぱりドル高金利上昇ドル高には限度があるだろうなというふうに思っていますので、はい、145円をこの間の高値の145円を更新していく可能性っていうのはやっぱり低いんだろうなと。まあ、そもそも最後に2つデータをご紹介しますけれども、はい、この番組でよくご紹介しますけれども5年移動平均線からの乖離率なんかで見ると、はい、かなり中長期的にねドル高円安の行き過ぎ感というのが強くなっていますし、はい、これは実質実行レート円の総合力を示す実質実行レートですけれども、はい、これもやっぱり5年線を2割下回るともう円安の限界なんですよ。6月で 19% 下回ってますよ、はい、だからどっち見てもかなり円安のね限界に近いところにこう来ている、はい、その中で今お話したみたいに去年に比べるとドルは買われすぎてるし、うん、債券が売られすぎてることによって金利は上がる余地がね少なくなってきてるってことを考えたら、はい、ドル高への戻りっていうのは限られる145円を更新する可能性っていうのは低いんじゃないかなと思ってます。はい、わかりました。今日のゲストはですねマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんでした。吉田さんどうもありがとうございました。はい。